開いてるわけですよね。これ相手も早く入る状態でやらないといけませんね。こういうやつなんです。例えばです。こうやってしまう。できんでいく。ですからこう、取られたときもここに任した状態です。必ずパッと上に力を。つまるときはこうじゃない、こうですね。それでこれでやれないこと。これでやれないこと。これだけ、手首だけ。パッとこう。これは大変なことですからね。こういったダメージは持っていかれますね。これだけです。パッとこうですね。これでこう力を抜いて、そしてこのパッと右にこう行きますね。外側に。外側に当てたときに、そこに一点にパッと当てるんです。当てたときに、いきなり持っていったらダメです。持っていくと必ずそこに隙間ができますからね。相手が強いと動かない。ですから必ずつけるんです。まずつけた、持っていく。つけた、捉えた、持っていくということですね。ですからこういう形にならないことですね。こういう形にならないこと、必ずふっふっふっこうですね、考えていく、はい、ですからスースー捉えたね、またゆっくりでもいいんですから、それをいきなりこう持っていこうとしない、捉えた、すぐ捉える、ここまでが一つの動作ですね。それをここまで持っていくことをね、やったらダメだってことですね。慣れたらもう自由自在に持っていきますけれども、基本としてね、まずツッツッ捉えた、持っていく。ツッツッ捉えた、持っていく。その出出点のこの部分ね、